那我们昨天玩到哪里呢？哎呀，我想起来了，昨天妹妹离家出走了，所以我们要踏上寻找妹妹的旅程啦。黑暗森林，我们要去黑暗森林找妹妹。妹妹惨遭毒手了吗？邪魔な要素は排除した。貴様！什么？不！伊莉娜，你何をした？ふさわしい姿に変えてやったまで。これでお前も目覚めざるを得まい。我可爱的妹妹居然被他变成这丑玩意儿！天哪，还我妹妹，还我那个可爱的妹妹啊！哎。又不止一个哎，六个，到底怎么回事啊？23万，哈喽，午安。少しは成長したかな。そうですか。嬉しいですね。イリナ、イリナ。失敗しちゃった。バカ。無茶しやがって。お兄ちゃんが来てくれるって、私信じてたから。大丈夫。眠っただけだ。彼女は何をしようとしていたんだ。アスラムへ戻ろう。博士たちも待っている。他这样的状况好像已经不是第一次了，前面也是被变成怪物，然后打败以后就又复原了。ラッシュ、イリーナなら大丈夫。グースが寝てるよ。こっちの気も知らないでさ。そうか、よかった。ダビッド様、今後どうするかを早急に考えなくてはならん。困ります。这不是隔壁城的小小领主吗？やれやれ、相変わらず暗い顔をしているな、君は。一体何事です？手短に伝える。新皇帝陛下のもとへ使者を立てることになった。ダビッド、君が行け。新皇帝陛下に？なぜです？
もともと覇王を取り立てたのは新皇帝だからな。奴に関してはいろいろと詳しいはず。それを問いただすんだ。そのような大役など私の身分では陛下に拝謁することも叶いません。お前は協和会議議長代理として行くんだ。それなら向こうも無下には扱わん。議長代理？私がですか？そうだ。死に損ないのゴール校と僕で決めた。もちろんゴール校が復帰するまでの間だがな。心配するな。君の今までの働きを考慮してのことだ。陰謀などではないよ。はあ。分かったか。だったら早く出発の準備をしろ。ああ、そうだ、ダビット。一つ言い忘れてた。今後何かをするときに僕の許可を仰ぐ必要はない。もちろんゲイボルグの持ち出しもだ。すべて君自身の判断で決めるんだ。どういう意味です？やれやれ、鈍いやつだな。アスラムはもはやセラパレスの属領などではないということだ。理解できたか？ダビット様！わが！やったな、ダビット！グーバインコ、ありがとうございます。ダビット、いや、もうアスラム校と言うべきか。心しておけ。今後お前は一人で全てを決断せねばならん。辛いぞ。ご忠告ありがとうございます。ですが私は一人ではありません。苦楽を共にした仲間がおります。素晴らしき仲間たちが。よし、出発の準備を。これよりウンデルバルトへ向かうぞ。イエス、マイロード。话说妹妹呢，就只是一句正在恢复中就带过了。ダビット様。イリーナ嬢、もう動いても？はい、全然平気です。ご心配をおかけしました。無事でよかった。ダビット様、アスラム独立おめでとうございます。ありがとう。ここまで来れたのはあなたのおかげでもある。イリーナ嬢、心から感謝します。そんな、私なんか別に何にも。ビビッとレムナントの力を感じちゃったりなんかしちゃってるだけで。そんな。あの出発の準備してきます。領主居然偷偷放電。你就不怕被那个妹控暗杀掉吗？果然，偷偷在旁边。哎呀，领主你小心啦！绝！这就是传说中的帝都吗？感觉充满了灵气耶。共和会议议长代理，阿斯拉姆公爵，
ダビッド・ナッサウと申します。新皇帝陛下にはお初にお目にかかります。この度陛下にお目通りが叶いましたことは、我がアスラムにとりまして大変名誉なことであると存じます。もうよい陛下。長这么丑啊。そんな堅苦しい挨拶はもうよいと言ったのじゃ。退屈で息が詰まる。鎮賀臣下は誰もが友人じゃ。堅苦しい会話などいらん。そうじゃろう。新皇帝陛下の御心のままに。なんだこのおっさん。アスラム公、そなたの活躍は聞いておる。その若さで大したものじゃのう。そなたの父も誇りに思っておろう。は、いや、恐れ入ります。陛下、伺いたいことがございます。覇王のことかの。さて困った。他ならぬ友人の頼みじゃ。教えてやりたいがの。覇王は世界の秩序を乱そうとしております。何としても止めねばなりません。そのためにもぜひ陛下のお力添えを。ほほほ、世界の秩序を乱すとな。それは恐ろしい話じゃ。陛下、覇王を取り立てたのは陛下ではございませんか。どのようなおつもりで。おほほほほほほ、若さよのう、アスラム公。目の前しか見えておらんな。イリーナ・サイクスとはそなたか。はい。マーシャルの血を受け継ぐ少女か。ほほう、確かにマリオン様の面影が見える。アスラム公よ、この古き血筋の巫女に免じ、覇王のことを教えてやってもよい。ただしこの先に住む勇気があればじゃがの。ほほほほほほ。哎，这不是方舟吗？怎么又回来方舟啦？不过跟上次来的时候气氛差很多哎。